鼻ほじほじはいいですけど、そのへーへーじゃないんだよ。つまんない人ってムカつくじゃないですか。そのなんかつまんない人って嫌いなんですけど、面白くない、全然面白くない人って基本嫌じゃないですか。まあ、面白くないって普通の人はいいんですよ、うん、面白くないくせにそのボケてくるようななんか部長みたいなイメージね、なんか ああいうのって絶対嫌でしょ、うん、そのなんかもう積極的にボケてくんねやって思うし、学校とかにもいたじゃないですか、うん、全然面白くないのになんかボケてくるなとか、あったあった。この間も電車乗ってて もう全然面白くない、もう酔っ払ってるやつが特に一番立ち悪いんですけど、うん、なんとかでって言っても全然面白くないなって、まあそれはまだいいんですけど、うん、それで自分で笑うやついるでしょ、それさも盛り上がってるかのように、もうあれがマジで腹立つでしょ、うん、つまんなかったらもう、つまんないなみたいな感じにしとけばなんとかいつかそいつに伝わるかもしれないけど、うん、何よりもそいつが大爆笑することあるでしょ、うん、この間食うてってんで、うえみたいな、なんか、うん、もうそれが本当にこの間電車で、うん、全然面白くない、ずっと自分で笑ってんで、イライラするよな、こうめっちゃイライラする、もう本当になんだこいつと思って、その面白く受けてないよみんなっていう、その見てみ見てみっていう、そのなんか、うん、そんなことある？得てしてやっぱり、ね、イエスマンが周りに多いやつがそうなりがちじゃん。いやまあそれもやっぱあると思ったけど、この間見たのは違うケースもあった、なんか友達同士なのにもうそいつが全然面白くないこと言って、むはははは、来るで来るで来るで、はははみたいな、うん、もうなんかもうお前だけだよ盛り上がってんのっていう。そう、周りの友達はもう、ま、笑ってない。周りの友達も全然笑ってないし、まあちょっとは、まあ多分あんまりがっつり面白くねえよって言えるほどの関係じゃないんでしょうね。あまあまあねみたいなぐらいはやってはいたけど、しかも迷ってるのか、声もでけえし電車だし。そういうやつってなんか異変空気あるよな。いやもう得てして、そう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 、なんで自分で笑うやつってやっぱ言えないんだよ、うん、なんか本当につまんないやつで自分でも笑わないやつだったらもうね、つまんないって最悪言えるし、空気感でも伝えられるでしょ、うん、受けてないって自分でも分かるだろうし、うん、自分で笑いすぎて分かってないんだよあいつら、何でも受けてると思って、その自分で笑わんやつでもなんか自分のこと面白いと思っとるやつとかには言えんよな。まあ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 ね、いや確かにまあそうっすね、うん、そうなんだよな、なんかもう自然と入ってくる会話でそういうのを聞きたくないんだよ、うん、つまんない話とか。一回僕その修学旅行に行くときに、うん、めっちゃ前じゃん、高校の時にね、うん、隣にいるやつがつまんなすぎて、うん、もう腹立ってきて、僕なんかそのもうお前しゃべる、誰だった、おさむ、おさむが、おさむか、おさむとか腹立つでしょ、うん、ピンポイントで申し訳ないけど、おさむな、おさむがもううるせえんで、その修学旅行でなんかテンション上がって、うん、修学旅行でテンション上がんないと思って、もうそれで「なんてくれいくれなんてくれ」ってくれすげえって、まあおさむは自分で笑うタイプではなかったし、うん、言いやすいタイプだったから言いやすいね、あいつもうやめてくれもうと、その面白くもねえしと思って言ったんだ、言ったんだ、一か八か、あまりにも辛かったから、うん、調子乗っとった、調子乗ってたんで、ちょっともうお前調子に乗るなと、静かにしてくれよって言って、うん、その、あ、そうか、ごめんごめんごめんみたいな、おさむ静かにしてくれて、うん、まあよかったよかったと思って、後ろの女子がなんか本当にその500倍ぐらいつまんない、つまんないし、そのなんかなんとかなんとかでなんとかでっていう、なんか嫌なトーンの話し方たまにいるじゃないですか、なんかそういう、うん、なんか低いトーンの一定の話し方、うん、ゆっくりでこれでなんとかでこうなってこうなって楽しみだねみたいな、なんかああおるおるおる、もう延々それが後ろから聞こえてきてもうでもおさむにあんなに強く言ってお経のような修学旅行です、もうでもおさむにねあんだけ言ったからもうちょっとやっぱ喋ってくれたも言えないし、でそいつがなんかそのまあおさむが書き消してくれとったんです、おさむが書き消してくれただけで、後ろの女子は普段全然おとなしい女子だから声もあんま聞いたことなかったけど昨日会うやつってこんな喋るタイプなんだっていうなんか感じもあったし、うん、ですげえ喋るのそいつばっかり、もう一人の子は全然喋んないんだよ、うん、とかなんとかでこれから飛行機で行くの楽しみでね、でもなんとかでなんノーブレスでよく言えるなっていうぐらいのなんか延々岡山津山から大阪の空港行って北海道行ったでしょ、うん、そのあ大阪までのそうだよバスの中でもうずっとそれを聞く羽目になっちゃってなんか嫌でしょそれもそれでね、うん、想像できるけんそういう女子があるでしょ、なんかねいたでしょそういう女子、おったおった、なんだそのトーンの、情報処理にはたくさんおったけんな、情報処理家には確かにたくさんいましたからね、うん、ああいうな、なんなんだあのトーンの会話って思うよね、そのなんか、うん、もっといやキャピキャピしてくれよって、その普通に喋りゃええねえな、うん、まあそうできんのか、いやいやあれが普通なんでしょうけど、なんか旗から聞くって隣で話してると何でもいいんですよ、うんうん、別に多分ね急に後ろから聞こえてくると一瞬ドキッとしちゃうからね、そうだな、まあ面白い話しろとは思わないけど、うん、
なんかオサムはうざいな。オサムはオサムでうざいですからね、うん、うざい。だからバスの中もう結構グーってなってました。オサム離婚したんだろ。いいよ、オサム離婚した。いや知らない、してないんだよ。知らない、リナちゃんと。知らない、言うなよじゃあ。オサムってあの意外といいやつですから。いいやつっていうか、そうそうそう、多分見てくれてる可能性あるからやめてやれよ本当に、ね、いやでも顔はね男前なんですよ。そんなフォローいいよもう別に。でね、めちゃめちゃ可愛い子と結婚して、そうそうそう、クラスのね、あのそうそう、本当にマドンナのような人と。だからその時も腹立ったけど、みんなもうふざけんなってなってます。そうそう、オサム、オサムなんてだってすげえバカというかね、バカ、大バカですよ。オサム部活ね、サッカー部入ってて一緒にね、うん、で部活サボって帰ってるから、まあ、おさむの、完全おさむの話になるけど、いいかも、おさむの話で。うん、あの、おさむ捕まおさむ帰ってたから、そうそう、ランド行ったら。道路歩きよって、あいつな。そう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 。いや、おいと、もうなんで部活サボって帰ってんだって。いやー、ちょっと、みたいな。ちょっとじゃなくて、なんでちょっと、あの、足も痛いんで、ちょっと今日帰るわ、みたいな。いや、ダメだよ、そんなのって。家帰るわ、じゃあもう、直して、また、あの、ちゃんと、じゃあ今日はもうしょうがないから、じゃあいいよって言って、うん、次の日ぐらいになって、おさむもなんで昨日帰ったんだって。え？って言って、いや、あそこで話したとき。それ俺じゃねえよみたいな。いやいや、そんな嘘いけるっていう。お前だったじゃんっていう。すごかったよなあいつ。おさむね、うん、そうそうそう、遅刻してくるんだよ、ね、いつも学校も。遅刻の美学だろ。遅刻の、僕らは勝手に美学って呼んでたけど、その遅刻ばっかするから、お前遅刻がかっこいいとあいつ思ってんじゃねえかって話になって、うん、美学って僕らは呼んでたんですけど、そのいやあいつは絶対遅刻がかっこいいと思う。でしょ。だから美学って僕ら呼んで、うわ美学が今日も来たぞみたいな、その、うん、僕ら1組だったら、あ2組だったら1組におさむいたから、2組の前通ってから、お美学来た美学来たみたいな感じで。一回でも知ってます、おさむ、その遅刻してきて、うん、早退して帰って、まあ、早退もあいつの中で美学でかっこいいから、かっこいいと思う。ちょっと早退してあとお母さんに行き、何帰ってきたの、行きなさいって言って、もう一回来たっていう。一日2回遅刻したんだよ、あいつ。まあね、おさむも幸せになってくれてるんじゃないでしょうかね。また我々も津山から来るんでね。2代目ですからね、あいつもね。金物店のね。金物店。いいよ、おさむの怖い話。でもおさむの話はまだ意外としてなかったですからね。そうですね。意外といろんな話ありますから、まあ。テッタもおさむだけには行くんだよ。まあいいよ。テッタっていう僕らの中で一番なんかいじるやつも、うん、おさむにだけは強気なんだよね。で、おさむもテッタにだけは強気だから、めっちゃ喧嘩になるんだよね。それが。で、二人とももう、ね、二人とも僕らはもうすげえ怒るっていうのがいつもありましたからね。うん、なんで、まあ、くしくも二人ともキーパーだったけど。サッカー部でね。まあまあいい。おさむの話はいいんで。まあ関係なくなりましたけどね。おさむが使った後のキーパーグローブ、テッタ絶対洗脳。確かにいい。そのプライド何なんだよってなったけど、もういいんだよ、どうでもそんな話は。なんでね、まあもうあの初期の話はどうでもいいですけど、まあ、おさむも幸せになってくる、なってるじゃないですかね。そうですね。ちょっとご情報もあるかもしれないんでね、もし聞いてたらね、あの周りの人はそんないいやつですか、あいつもね、幸せになってくださいね。平日毎日愚痴を更新しています。ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドの